We love 麻雀。タクヤミーツ、宮内小杖麻雀プロ。はい、こんにちは、タクヤです。本日はですね、まあ後ろに麻雀牌、麻雀卓見えますけれども、久しぶりにですね、もう僕いつぶりだろう、1年以上ぶりなんですけれども、麻雀ちょっと麻雀牌触りたいなと思いましてですね。一流、女流、プロ、宮内、はい、小杖、一流ってつけてもらって、はい、紹介いたしました。古い友達です、ね、そうですね。彼女も YouTube やってる、何チャンネルでしたっけ、小銃チャンネルやってます。小銃チャンネルやってるんですけども、まあ、そのコラボをしようということで、この日のために僕がね、新ルール、オリジナルルール楽しみです、考えてみました。はい、何も聞いてません、はい、それはね、いくつか3種類ぐらいは考えたな、まあ、面白いかどうかわかんないんですけれども、うん、はい、それをもうなんとこのですね、一流プロを使って検証していこうって、どれが面白いか、はい、っていう企画をやりたいと思います。マージャン歴長いんで、脱しやすいと思います。はい、ので、本当にね、これうまくいったら、藤田さんのことを持っていくんで、お願いします。楽しみにしてください。はい、それではですね、なんとも贅沢に、高橋プロ、井上プロの助けを借りて、女流プロに囲まれて、キャリアあるミュージシャンという感じがしますけれども拓也の考えたルール、その1、いってみたいと思います。まずですね、まあ、よくあるハンデ戦です。拓也オリジナル麻雀ルール 01、 ハンデカード。はい、分かりやすい、プロにハンデを背負っていただきます。プロが上がるとバップカードを1枚引いてもらいます。手役によくあるリーチ、ピンフ、タンヤオ、1000オールと2000オールのバップ、7枚中1枚だけセーフだ。あればですよ、引くのは1枚ですよね。引くのは1枚です、面談ピンで3個かぶるとかはない。あ、ないですね、とりあえず、はい、上がった点をもらってってこと、オールだからね、だから8点上がったけど1000点配ったりするみたいな、そう、なるほど。オッケー。はい、じゃあ、はい、親の難しい、親のケイちゃん、いいですか、はい、お願いします。これはね、もう使わないでしょ。使わない、簡単か、上がらない方がいいまでね。上がったら上がりますよ、ね、安いって上がれないから。俺このゲーム的に俺が上がりたくないんだよな。確かに。セーフがあるからね、うん、最終的に点数持ってた方がいいってことですよね、うん、その人が勝ちが変わらないってことですよね、うん、これで、まあ、ボンバーだけで検証してどうなると、うんうん、まずは、これ検証っていうかさ、もうただの判別でいいんだよ、まあ、ただの判別でいいんだよ、まあ、ただの判別でいいんだよ、セーフを引き続ければいいんですよね。そんな面白くない、そんな面白くないことだから。7分の1引けるの、いや、大きい手を上がればいいってことじゃないですか。そうそうそう、そしたら2000を引いても、うん、本当に酔っ払ってめっちゃ転がって肩ガタンって3日間寝返り持ってなかった。ちょっと間違ってたら死んでたかもしれない、首とかだってやばい、まあ、なんかね、うん、年取るとね、プロの平均先輩10名、うん、70名って聞いたことあります。あ、でもこれもう平均だからね、うん、どうしてもテンパんない時ってあるもんね、うん、1、うん、上がれなくてもいいもんね、上がれなかったら先輩料 100% もらえるから、そうかも、やってるはるさんは一応この企画的にこれをめくるっていうのがね、盛り上がらないですね、うん、あ、どうしようかな、ポンしよう、
ポン。引いてどれぐらいダメージがあるのかっていうのの検証なんでね。面白いか面白くないか。意外とこれでサクッとまくって、小勢ちゃんやっぱ強いねみたいな。どうしよう。俺これ上がり放棄。出たらどうしようかな。待ってます。およかった。ピーソックズモチュンドル。今ハネマンです。ハネマン。どうしよう。ピーチ引くかどうか。まず3600払う。まず3600。ここでまくって、さあ。まくりました。これ次第だ。誰が。これ2000引いてます。大丈夫じゃない？あ、一応トップではなくなるのか。大丈夫か？じゃあ、引けない。成功！次の僕が考えたルールはね、スピードアップマージャン、サレンダーありっていう。サレンダーどういうこと？タクヤオリジナルマージャンルール02サレンダー。その名の通り上がり放棄あり。捨て牌を横にして上がり放棄、その後はオートマチックツモ切り。宣言後ローン上がりはされませんが、ターチャのツモ上がり、脳天バップはもちろん支払います。ダメだ。いやもう私ないなと思ったら、不支配してその後もう自動的につもぎりで、それに関してはローン上がりされないです。あ、なるほど。で確かにけどつも上がりされたら払うけれども、うん、ローンはされないでもちろん流れてもいいし、うん、とにかくもう伏せて、うん、それはどのタイミングでもいいんですか？あ、もういい。それは全員できるってことね。そうそうそう。それ点をいくら払う、1000点払うとかじゃなくても、もうカレンダーあり。カレンダーあり。で、やったら早くなるんじゃないかっていう。はい。おー、なるほど。OK。向いてるな、きっと。向いてる。カレンダー通り。今、いや、全部。今聞いただけで、もう、あ、こうしたら、これは、こう使えばいいな。あ、もう俺、これサレンダーでいいよ。早い。めっ
私も必要ない。あと1人でしょ、1人落とすわけか。でも楽してるでいいっていう。でもさ、当たり外してられたら結構ショックですよね。もしリーチかけたら、うん、ね、でも振り手にはなんないってこと、なんないってことですよね。うん、なんか上がれないだけ、振り手、他の人からは上がる、そうそう、サレンダーしてない人からは上がれるとか、うん、それは難しいね。ね、ここは最後ここにならないっていう、うん、見ないようにする、うんうん、見ないようにしないとなんか超面白そう。そう、それが一番難しい、ね、まあ、一応ここからっていうので、はい、はい、なんと、あ、確かに、うん、これはタイミングによってはですね、はい、3人サレンダーした場合もあるから、ね、それ3人でもどうなんだろう、それあるかも、まあ、そうやって、ね、なんかあの上がり目を消すっていうワードも発生するかもしれない、うんうん、楽そうだな。ちょっと俺肩痛いからついでに俺の分も言ってくれ。サレンダーされたら地位できないってこと。あ、いいの、地位はいいんだ。上がれないだけだからね。泣いてもいいの。びっくりした。地位できない。地位ですよ。あ、どうしていいですか。どうしても笑えないけど、じゃあ他の人の上がりを阻止できるってこと。あ、確かに確かに、あ、まあけど、うん、まあ、それはちょっと悩むところだね、うん、要、うん、それどっちがいいのか、上がれない方がいい、上がれない方がいい、うん、何だろう、このもう一人ぐらい降りても良さそうなのに、なんかこの辺が女流プロのしつこいって粘りが俺は何もないんだ、はい、あ、これどうなんだ、脳天バップ、脳天は、まあ脳天バップは、脳天バップは、ただ、うん、なんか持ってきた瞬間に、もう無理だ、これ上がれない、カレンダーしたいけど、これつもりにできないみたいな、あー、なるほどね、で、降りなかった、降りないけど、サレンダーできなかった、うん、だからサレンダーした時点でも、自分サレンダーするみたいな、そう、ギリできる範囲とかで、うん、確かに確かに、まあ、続行します。リーグ戦は細かいポイントまでだって。細かいポイントまでだし、長期戦だからもう稼げるときに少しでも稼げる、うんうん、そうだね、この先少なからず悪くはないんですよね、うん、ここがね、上がってないんだよね。そうね、え、でもね、ドラさんはね、来るんですか。ドラさん来るんだ、うん、さっきも最後のさっきのラスト、ドラさんで押してたけど、今のトンカツのテンパンないってやつね、それ一番悪いやつ、それ一番悪いやつじゃない、一番悪いじゃない、最近多いの、それが工事してるもんね、一番ダメだ、サリンダーします。え、おお、いいですね。お、いいですね。おもろい、なんかおもろい、何が入ったの、なんで急にサレンダーです。なんか伸びなすぎて。いい話だな。おもろいだそれ。いや面白かった。なんかどこでサレンダーしたのか見たい、見たい、見たい。確かに。何を思って急に。さっきのいや、みんなの切ってくる回とかさ。うん、もうなんか気が楽、早いしね。うん、時短ですよね。投稿する人がサレンダーしてくれたらいいです。確かに。あー、リーチ、あ、楽しい曲、はい、曲では、はい、チーワンマッチでした。おー、おー、おー、てか、もう2個めっちゃ出てる。はい、先手権の後、これはどうなんですかね、今のところ、うん、
リッチ。サレンダーしないの。入ったら単純で入んなかったなって。と上がった瞬間ばっかり使おうと思って。ああ、なるほどね。途中のその俺がどうとかそういうのはもう、うん、あとその後で感想、うんうん、半年に1回ぐらいこけてんだよね、やっぱ。外で飲まない方がいいよ。いや、でも俺こけたの家なんだよね。いいです、そんな広い飛び方するんですか。危ない。するって、しないよ。家でさ、酔っ払ってこけて怪我しちゃったって聞いたことない。あんま聞かない、確かにね。外は行ったりするけど、家で追いこけてくる。いや、だからおじいさんでさ、家でこけてってことあるんだなって最近こう、うん、やっぱ。おじいさん、酔っ払ってないけど。サレンダーマージャン
でございました。突然ですが本日はここまで。次回予告。ここからもですね、なんだろう、だんだん無茶な。無茶な、まあまあ無茶だ。無茶でしたよね。次はですね、次の料理、これはもうちょっとなんだろう、半分割れ目のやつなんですけど、まず1個目、割れ目が伸びたくん。題名が面白いじゃん。割れ目が伸びたくんって何？